ヒロヘリアオイラガは長目イラガ科の昆虫。幼虫は三吉と呼称されることがある。ズングリとした丸っこいが。足には茶色の毛が生えており、前から見るとスモートリンのようである。全紫外炎が茶褐色、内側がアサギ色になり、背にもアサギ色の毛が生える。卵は固めて産み付けられる。孵化した幼虫は二例頃まで集団で生活する。 若い幼虫は黄色く、トゲが黒い。成長すると緑色になり、トゲも緑色で、一部がオレンジ色になる。幼虫にあるトゲには毒があり、触れると強い痛みを伴い防振を生じ、アレルギー反応による皮膚炎を起こす。刺されると皮膚炎になる恐れがあるので、飼育や駆除の際には注意が必要。刺されたら、毒トゲをガムテープなどで抜いて、 抗ヒスタミン剤で消毒、ひどい場合は皮膚科などでの診療が必要となる。ひどくなければ放置していても1日程度で治ることもある。毒トゲは刺さると先端が折れ、潜細胞の収縮死傷時の圧力によって体内へ注入される構造になっており、脱皮直後及び幼虫が死んだ時は毒トゲが硬化していないため刺さらない。幼虫の生死によらず毒が効能を持ち続ける。 毒ガルイとはこの点が違う。初夏から秋にかけて桜や柿の木等の木の葉を食べる。市街地でもよく見られる。眉は樹幹に作られ、都心部の樹木にもついていることが多い。インドや中国。日本では本州中部以南に分布する外来種である。ありがとうございます。